ゴルシフテファ・ラハニは、イラン・イスラム共和国の女優。イラン革命から4年余り経た1983年7月10日、イラン・イスラム共和国の首都テヘランにて誕生した。父親は俳優かつ演出家、母親はアーティストであった。11歳年上の女優の姉がいる。彼女は主に、テヘランの町で育った。幼少期よりピアノと歌唱を習い、12歳の頃、テヘランにある。 音楽学校に入学した。14歳の時、デリクト・イ・ゴレイビーに主演し、映画デビューを果たし、この演技により、第16回ファージル国際映画祭で、クリスタル・シムルグ最優秀女優賞を受賞した。2004年、彼女は、フランスの西部にある都市南都で開催された第26回、ン都三大陸映画祭において、イラン、A、映画、ブティックで最優秀女優賞を受賞した。 2006年、バフマン・ゴバィ監督の作品、半月、ハーフムーンに主演した。2008年、アメリカ映画、ワールド・オブ・ライズに愛車役で出演し、ヒロインとしてレオナルド・ディ・カプリオと共演した。2009年、アスガル・ファルハディ監督の作品である、イラン映画、彼女が消えた浜辺に、セピデー役で主演した。2012年には、シング・セイバー。 ピエール・デ・ペーシェンスで主演を演じた。この作品を演じるにあたり、理由もなく、2時間も3時間も、毎晩泣いたという同作品はイランに対するタブーに、挑戦した作品であり、彼女の反乱だと報じられている。彼女は、ピアニストでもありいくつかの都市でコンサートを開いた。現在、パリ在住である。ありがとうございます。